さあ南雲大輝はあまり口にはしなくなりましたが、フィニッシュブローというラウェイサンダー、これ果たして炸裂があるのか。あるならば待ちに待ったタイミングは今日なのかという一戦です。スーパーフェザー級60キロリミット、延長は1ラウンド用意されています。オフィシャルルールはこちらとなっています。3ノックダウン制。さあ T ジム所属松本和樹26歳スタースポーツクラブ、これは元南雲のバックグラウンドだった体操のクラブです。29歳南雲大輝の一戦。さあ石川さんに伺ってまいりましょう。南雲が強打で鳴らしてはいますが、なかなか勝利できないという状況続いてますね。そうですね、正直 K1 グループに来てからは期待以上の通りのですね、はい、成績を残せていないのが正直なところではあるんですよね。やっぱそのポイントとしてはやっぱりその攻撃力はあるんですよね、南雲選手、はい、だけどそれと比例するだけのディフェンスが伴ってないというところがやっぱりあるんですよね。そこはちょっとね、最近パンチ打たれる場面もちょっとダメージも溜まってるというのはちょっと正直気にはしてるんですよ僕ね。そうですか、はい、稲垣選手この一戦はどう睨んでますか。南雲が詰めてますね。はい、南雲選手とは一回ジムが同じで、はい、練習もやってたことがあるんですけど、そうですよね、体がすごく丈夫な印象があるので、はい、まあそうですね、でもディフェンス面でちょっと、はい、そうですね、顔を振らなかったりとか穴があるかなっていうのがあるので、どうなるのか楽しみです、はい。まあ、そう考えると丸藤選手、はい、本当にもう格闘家ってやることいくらでもいっぱい大変ですよね。そうですね、おそらくその結果以外にもゴールっていうのはないと思うんで、ちょっと皆さん、はい、普段からね、追い詰めて追い込んでやってると思うんですけども、はいはい、南雲選手のあれですね、肩周りとか背中にいるとパンチ強そうですね。これすごい筋肉の盛り上がりしてますよね、はい、まあ、以前からずっとそうです。そしてそのミャンマーの国技であるラウェイですね、まあ、頭突きだったり筋敵も OK の競技、まあ、そこで現地王者に日本人として初めて輝いたという触れ込みが以前はありました。そこから K1 グループでは11戦プロは13戦しています。この距離感など稲垣選手どう見えてるんですか。そうですね、まあ、南雲選手が少しプレッシャーをかけてるかなって思うんですけど、はい、松本選手も自分の距離を取りながら戦ってるなって思うので、はい、まあ、お互い自分の距離で戦ってるっていう印象ですね、はい。まあ、サウスポースタイル青いグローブ松本選手は稲垣選手非常にこう自由に戦ってテクニック実はいろいろあるぜっていう印象ありますよ ね、 そうですね。4勝 4KO でフィニッシュ率も高いの で、 そ、 うです、ね、その一発がどこで当たるとか楽しみですね、はい。そうですね、まあ、前回は5月20日下村太平戦パンチで KO、まあ、その前は奥足ローキックで KO 勝利も収めています。残り20秒になろうとしています。石川さん、まだいろいろ設定しながら探ってでも強打もあるっていう段階でしょうかね。そうですね、はい、でもこの松本選手非常に今日冷静で素晴らしいなと思いますね。松本選手のプレッシャーに対して丁寧に試合を組み立ててますよね、攻撃力はしっかりと警戒しつつ自分の距離感を測ってるっていう印象ですね、はい。まあ、お互いローキックハーフキックも炸裂させながら第1ラウンド終了です。さあこれは丸藤直光選手に感想からいただきましょうか。そうですね、やっぱり僕らとは競技が違うんですけども、はい、この体からは想像つかないような強さというか打撃の、はいはい、それがすごい見て取れますね。まあ、本当にいわゆるこう細マッチョっていうやつですもんね。すごいですね、やっぱり、まあ、しなる攻撃稲垣選手、はい、本当にその、そうです、はい、あ、すみません、はい、どうぞ。松本選手は見た目は結構派手なんですけど、はい、戦い方は堅実で、左のクロスを狙ってるなっていう印象で、はい、あ、そうですね、左を狙っている、はい、まあ、以前はいろいろパフォーマンスがあったりして、はい、まあ、派手だなっていうところはそういうところからもあるからもしれませんがね、まあ、戦いぶりしっかりこう頭も使ってリング上立ち回っているという印象があります。3ラウンド中の2ラウンド目、あ、稲垣選手前に南雲赤いグローブ出てきましたね。またそうですね、どちらかというとリーチが南雲選手の方が短いので、はい、少し中に入って攻撃を当てたいのかなっていう、はい、戦い方ですね。
まあ、石川さん、それに対して青いグローブ松本はこうカーフキックであったり今距離取ってますね、そうですね、松本選手は本当試合を重ねることにですね、穴が少なくなっていく、それを自分で今いろいろとトライしているところなのかなと思いますね、はい、トータルファイターなんですね、もともとね、パンチも蹴りも膝も全部倒せると思っていますし、左カーフキック強いですねこれ、左ストレートも投げるように、出すショートもロングもありますし、あと膝だったりとか、ボディーブローがアクセントになることによって、トータルファイターとして、相手を倒せる引き出しがいっぱいあるというのは、松本選手の印象僕なんですけど、今日なんか本当に丁寧にですね、とにかく自分の穴を少なくしながら、完成度の高いファイターになろうとしているという、大したもんですよ、これだけの南雲選手の、プレッシャーに対して冷静に組み立てれてますからね、全く動じることなく、崩されることなく戦ってますよね。まあ、南雲は飛び込んでいきます。先ほどはお腹へ三日月蹴りもありました。まあ、確かに稲垣選手このプレッシャー強いですもんね。そうですね、普通だったら多分このプレッシャーに少し、テンパっちゃれてたりとかすることもあるんですけど、松本選手はそこは冷静に戦えているので、いやすごいですね。足も少し南雲選手前足ちょっと引いてきちゃったけど、今ちょっとパンチも南雲選手の当たったんで、そうですね、南雲の方はパンチ、松本の方は特にこの左の蹴りですね。いや、丸藤選手本当に青いグローブ松本の攻撃ってこう無知のようだなっていう風に見えますね。ね、僕もそのまだ攻撃は素人ですけども、この距離の取り方ってのがすごい上手なのかなと思いますね。ほうほう、石川さんやっぱりそのあたり、そうですね、ありますよね、今のもそうですけど、自分の攻撃が有効に当たる距離、あと角度にいますよね。は、角度、ただそのさっきから1ラウンド目2ラウンド目から何気なく投げるように出しているカーフキック、ああいうね、ジャブのように出すカーフキックが有効になってますからね、あれもいい角度ですよね。めちゃめちゃ力を入れてるってわけではない、はい、今日今のもですよね。南雲選手がカットしないからっていうのもあるんですけど、本当にジャブを出すようにストレート出したりカップキック出したり前蹴り出したりできてるっていうのが、まあ、元同門稲垣選手は南雲選手のことをよくご存知です。今どう映ってるんですか。ちょっと前足効いてきちゃってるかなっていう印象はあるんですけど、まだ踏ん張れてるので、ここは詰めてパンチ当てに行きたいですね。そのパンチの威力だったり軌道でこうそのダメージっていうのは分かるんですね。やっぱり一緒に練習した時も、蹴りの威力パンチの威力がもうとてつもなく勝ったんで、体重の階級以上のパワーは持ってる選手なので、そこをどう当てるかっていうのが、鍵になってくるかなって思います。そうですか。さあ試合は第2ラウンドを終了しています。まあ、本当に本人も稲垣選手以前からずっとそのラウェイで培ったラウェイサンダーっていう技、まあ、いつか見せてやりたいなんていう風に、話をずっとしていましたけれどもね、それ何なんだっていうのは聞いたことってあるんですか。一応うちでやってたので、どんな技かっていうのは分かってるんですけど、まだ炸裂してないですね。そうですか。知ってる、同じジムだったら知ってるんですね。そうですね。これはいつ出るのか楽しみです。いや、丸藤選手、そのラウェイサンダーという技をですね、赤いグローブ南雲選手は、まあ、これ持ってるぞというふうに常にコメントしてるんですがね、倒すことができないので、ぜひともそれをね、今日見せてほしいですね。そうですね。左ハイから。松本の一撃から、さあ南雲が変わらず、石川さんプレッシャーをという戦略変わりませんね。そうですね、右外から松本動きながらの攻撃です。この南雲選手はね、これまで強豪ファイター、トップクラスのファイターともどんどん試合をしてきてましたけど、勝ち星こそ少ないんですけど、でもそれでも試合が成立するっていうのはこの今のパンチもそうですが、圧倒的な攻撃力ですよね。それがあるからこそどんな選手との試合が成立するっていうのは南雲選手の魅力ですよね。まあ、そして E2 その強打 KO 勝ちですよね、見せてくれるのかという見方もあります。これまでね、ちょっと今穴が多く、見えているから、ここ研究されて今勝ち星が少ないっていうのは今の南雲選手の直面している壁というか、このリングですよね。まあ、でも丸藤選手フィールドは違っても、そういった壁っていうのはもう勝って壊すしかないっていうところって伝わりませんか。そうですね、まあ、人によってだと思うんですけども、やっぱ勝つっていうところですよね。何よりも薬、
ようやくでしょう、うん、赤いグローブの南雲が詰めてくる。でも稲垣選手、松本は本当にこう対角線上の攻撃だったり丁寧ですよね。そうですね。でもここまで少し、はい、圧倒的な差とかはまだお互いないと思うので、はい、あと1分半どちらがいい印象をつけるのか、ここからってことですね。はい、そうですね。右フック思い切って外から南雲の攻撃、左ストレートは松本、松本はサウスポースタイルです。青いグローブ、森内は右、えぐるように放つ左、これはダウンではありません。いやちょっと石川さん一瞬心配になりましたね。今タイミング良かったですからね、まあ、バランス崩しただけだったから、はい、でこの左ストレートがうまいですよね、松本選手、今のもそうですけど、腹面の当たり、モーションなく、はいはい、ストーンってボールを投げるようにまっすぐ出てくるんで、本当にこういい感じで脱力してるわけですか。そうですね、はい、はい、あれが、反応はちょっと遅くはなってるけど、あれが見えてないところから、はい、もらうと脳が揺れてダウンにつながりますからね。まあ、それだけ松本が、おお、これバックハンドブローもそうですが、丸藤選手今おおっていう声聞こえました。そうですね、すごいですね、まあ、回転系の技っていうのは、多分それだけでリスクもあるとは思うんですけども、はは、確かに、まあ、ですがそれも辞さずにという攻撃、距離が近くなったところ、お互いのパンチ交錯するとどっちだ、あと20秒切りました。右アッパー松本、顎を捉えている、左は南雲、この攻防だいぶ稲垣選手距離近いですね。そうですね、あと10秒どうなるか、南雲選手パワーありますからね、はい、一発当たれば、はい、力諦めてはいません。松本も右フック大砲ぶっ放したところで試合終了です。最後に南雲は右の拳宙に突き上げました。そして松本は背中こちらです。この見てる以上にですね、この南雲選手の、はい、この松本選手は最後今疲れてロープにもたれかったんですけどね、それだけ、はい、プレッシャーがあるんですよね、プレッシャーがあるとものすごく神経集中力使うんで、判定結果をお知らせいたします。さあそんな一戦の判定はいかに、ジャッジ太田30対28、青松本、30対28、さあ2人目が30対28、青松本、松本和樹です。30対29、青松本、2社が3対28、勝者青コーナー松本和樹、そして1人が30対29。いや、 K1 進出の元ラウェイ王者を下しています。第1試合で松本和樹です。丸藤選手、どんな思い残りましたか。そうですね、松本選手がこ うまくこう自分の距離掴みながら、しっかりパンチも当てていたのかなという印象は僕にも残ったので、はいはい、まあ、そういうところはとても巧みですよね。さあ稲垣選手、どんな思いが今ありますか。そうですね、まあ、もっと同門として頑張ってほしかったという気持ちもありつつ、はい、でも松本選手が自分の距離でしっかり戦い切ったなっていう印象です、はい、いやそうですね、はい、集中力という点では、あ、石川さんでもちょっとやってますよね、こういうことも、まあ、こういうね、今日は、はい、まあ、おとなしみでしたけどね、はい、気持ちが途切れるということは全くありませんでしたかね、石川さん、そうですね、はい、はい、本当ね、松本選手、KO 狙いの戦いもできたと思うんですよ、はい、だけど、KO 狙いをすることによって、その南雲選手の攻撃力もあるので、はい、リスクもあるということで、今日はこういう戦い方をした、選択したっていうのが、今日の松本陣営の戦略なのかなって気はしながら見てましたね、まあ、難しい戦いでもあったと思います。これで5勝目、松本和樹。